はい、ちょっと今日は春らしいお洋服で。そう、今日ときめき鉄道さんのお仕事で TikTok ね、投稿したよ。花粉症じゃなくて、ただの、まあ、ただのでもないんですけど、アレルギーらしいんですよ。それで鼻水かんだ。ただのでもないよね、アレルギーなの。こんばんは。あ、鼻炎だったんですよね、私佐藤海里。鼻炎だったんです。ときめいてるだって、嘘でしょ。なんかその要素ありましたか？疑う。ねえ、そんなニュースあったかな。ありましたかね。こんばんは。お薬ありがとうございます。なので今ヘアメイクね、結構バッチリだから、ショールームしないとと思って、あとこの後カラオケ配信もします。こんばんは。ヒルナンデスさんにポスターが写ってたって、嬉しいな、嬉しいな。今日の前髪はまあ結構よかな方です。ツイッターで見た、オグダイモンドだったっていいよ。よいしょ。いつか忘れたけど公園で可愛い日があった。いつやねん。大事、そこが大事。200円ゲット、入ってたカバンの中に。ありがとうございます。ごちそうさまです。もうレシートだらけ。ぽい。とりあえず潜した。潜すって新潟弁なんですか？潜し、必殺潜し。潜すって言います？ね、なんかね、誰かの前で私がこのなんか潜す、あ、そう、衣装だ、衣装のなんか毛、衣装の毛、糸が出てて、あ、これじゃあ潜しますって言ったら、え、潜すって何みたいなってなって、あ、もしかしたら新潟のね人しか知らないのかなってなったね。使うよね、私潜すとかいっぱい使う。なんだろう、下に入れ込むみたいな、隠すみたいな感じ。おむぐすと言います。
そうそうそう、意味わかる？知らない？もずく、もずくじゃないもずくじゃないです。うん、そう、滑り込ませる。あ、なんか丁寧に難しく言うとそんな感じ。あ、折ったとか言わないの？落っこちたとか、折った、そこに折ったゴミ捨てたよみたいな、折ったポーン折ったポーン。もぐすと言います。はい、3、はい、もぐす。おー、みんな使ってね、明日からじゃあ使ってね。で、今私はお財布にあったあの大量のレシートをあの机の引き出しにもぐしました。こうやって使います。はい、チューリップありがとうございます。そう、あ、捨てるじゃない、あ、そう、捨てるはビチャルとか言いますね。でも私はそのメンバーの前ではビチャルとかは使わないですよ、伝わらなさそうだからでも家族の中でおじいちゃんとかおばあちゃんはそれもうベチャレーみたいな感じで言って、あはーって、頑張って覚えて使う。 ありがとう使ってくれるの？やったね、新潟弁がなんかどこかに伝わるみたい。勉強になる。おー、よかった勉強してくださいあー、クマありがとうございます。ありがとう。今一番行きたいとこ、なんだろう、なんかちょっと A 範囲が分かんない、洞窟とかかな。すごい、なんか黄色いひよこありがとうございます。リラックもありがとうございます。コリラックもありがとうございます。なんかなんだろう、なんか神秘的なところに行きたい時ってあるじゃないですか誰しも今ちょっとそのモードで、今ちょっと神秘的なところに行きたいです。そう、パワースポット系、あ、そういえば私ついにマイナンバー申し込みしました。まあできてるかわかんないんですけどできてるのかわかんない。みんなマイナンバー持ってますか？間に合ったかわかんないわかんない、わかんない、わかんないだけど、なんかとりあえずやってみました。そう、申請はした。そう、なんかさ、あの今このタイミングで申し込むと、そう、ポイント目当てだと思われるじゃん。そうなんですよ、ポイント目当てなんですよ。でもなんかゲットできたかわかんない。コリラックマありがとう。黄色いひよこ、黄色いリラックマの子供ありがとうございます。正直なんか前々からマイナンバーさんの存在は存じてました、知ってたけど、なんかまあ登録するきっかけがなくて、
はい、あ、なんかすごいリラックマが天に、ありがとうございます。それでなんかまあ存在はしてたけど、ずっと登録してなくて、でなんかついこの間なんか今マイナンバーを登録するとなんか2万円分相当の2万円分のなんか電子マネーもらえるみたいな、あ、聞き捨てならんと思いまして、そうマイナンバー登録しようって思ったんですけど、え、なんかちょっとめんどくさくなっちゃって2万円とこの登録のめんどくささをこう天秤にかけて、なんかこうどっこいどっこいだったんですよ、こうウィーンってなってて、いや本当にもう2万円分なんて本当にもう本当に手から喉から手が出るほど欲しいじゃないですか。いや私ももう絶対に欲しい。でも今週ちょっと忙しくてっていう言い訳で、忙しくてなんか手が出なくて調べる気にならなくて放っておいたんですよ。そしたらなんとお父さんからさすがにね、これを機に登録しなさいというふうに言われて登録することになって、でなんかまあお父さんがなんか市役所さんわかんないんですけどから紙をもらってきてくれて、ここの右下にある QR コードを読み取って、まあ、写真をつけてなんとかしてこう送信送りなさいと、そしたら申請できるよって言われて、ああいやまあね28日ぐらい、まあ、やろっかやろうやろうって思ってたんですけど、なんかずっと後回しにしてたら、28日になってまして、気がついたらね、昨日ね2月の28日になってて、で公演始まる前に、あ、そういえば私そうなんか白壁を背景にした写真がないぞと、衣装着てるものとかはいっぱいあったんですけれども、そうないなと思って、あおちゃんにねえねえちょっとマイナンバーの写真撮るから手伝ってって言ってグレーのパーカー着て撮ったんです。え、なに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 、なんかお花に、お花マカロン、お花に包まれているリラックマ、ありがとうございます。はい、それでマイナンバーのねその写真を撮って、で公園のスクショしてください、ありがとうございます、びっくりした、なにこれ、ひな祭りセットみたいな、そっか、あさって明日かあさってぐらいひな祭りか、びっくりした、ありがとうございます、ごきげんよう、はい、びっくりしたそれで劇場公演のね空いてる時にねやろうって思ったんですけど、まあ、最終日だからかすっごいサイトが混んでて繋がらなくて、で普通な最初何分待ちとか出てたんですよ、90分待ちとか70分待ちとか出てて、ずっと待ってたんですけど、なんかもうサイトが多分もう重くなっちゃって、なんかもう英語表記がブワーって出るようになっちゃって、よく分かんなくなっちゃって、で、あーもうみんなねこれは私と同じ考えの人の集まりだってでもう何分待ちとか出なくもなってしまって、サイトに繋がらなくなっちゃって諦めたんです、私2万円を。もう私の性格だからもうこれは仕方ない、これは学びだって、でなんかもうまたマイナンバーみたいに何か登録があるときはすぐやろうって、これは学びの2万円って思ってお家帰ったら、お母さんに登録するわよって言われて、えみたいな、いや帰りはもう諦めたからいいよこの時間はって言ったんですけど、なんかその QR コード以外にも方法があるらしくて、そのサイトを使う以外にも方法があったらしくて、郵送するといいみたいな
で、なんかその方法で急遽そのなんか地元のさ照明写真撮れるところ探して、あの公演終わりのさ、あのボッサボッサの髪の毛髪の毛で、しかもあの後ショールームしてちょっと暴れちゃったから、もうかなりなんかもうボリュそれのあの写真を撮りに行って、あの切ってノリで紙に貼って、なんか電話番号とか日にちとか書いて郵送しました。まあそれでもやり方合ってるかはちょっと自信ないけど、まあ多分大丈夫だよね郵送でも。でもあのQR コードでやったら0円でできるはずじゃないですか。なんですけど照明写真撮ったから1000円かかっちゃうんですよ。かかっちゃった1000円だから2万円じゃない、19000円。昨日本当にね髪の毛ボリューミーになっちゃってね、なんかまあまあいっかいっか。そう、私19000円分になりました。1000円昨日使っちゃった。なんか本当は900円、証明写真900円なんですけど、なんか1000円でなんか美白にしますみたいなモードがあって、えみたいな。これはちょっとアイドルとしてなんかね見過ごすわけにいかない、ここはきちるところではないと思って私は1000円のやつを選択しました。そしたら母もその1000円のやつを捨てたらしくて、うん、まあ女の子は考えることが一緒だなって、100円でねちょっとでもね美白とかでね可愛くなるならいいよねって。そうアイドルとして聞き捨てならんと思ってその情報を美白にしました。それで昨日郵送して、まあ、多分大丈夫なんじゃないかなって、多分ね来るんじゃないかなって。いつ来るんだろうそれは。ね登録したあれはいつなんだろう、人によって違うよね。いつだろう、あ1ヶ月後か、忘れてるかもね。ちょっと忘れてたら教えてください。うん、花粉症最悪。えねえ、なんか今日ねあの帯同してくださったメイクさんもクシュンクシュンでした。なんだかんだポイント延長されそう。そうなんだよね、言ってたスタッフさんが、多分延長されるよって。リラックマセットありがとうございます。わかる、なんかさ申請申し込んでさ音立てないの私も、なんか到着しましたとか無事登録完了とかね何も来てない。どうなんだ、わかんない。あ、私は花粉症じゃないです。これはちょっと自信持って言うんですけど、はい、私は花粉症じゃないです。私はあの鼻炎です。マイナンバー言うけど、私ねマイナンバーの意味が分かってなくって、あのなんか、うん、分かってないの。そう医師、そうお医者さんのお墨付きです。お医者さんに任命されました鼻炎ですって、だから合ってるはず。マイナンバーの話してる。2週間か、なんかドキドキ。2週間後何も連絡なかったら私の努力は無駄。リラックマセットありがとうございます。はい、きっと美白モードにしたからいい感じじゃないかなと。あ、確定申告が、あそうなの、ナンバー教えないよ、ちょっと危な、マイナンバーで呼び合う時代とか
愛車でよかったね。なんかね、髪飾りあるとねダメらしい、帽子とか、うん、その証明写真みたい。いいよ、後でもしリビングに行く用事があったらお見せします。あれ写真を見てても大丈夫だよね、証明写真だから。捨てちゃったかな誰か、ママ。ママすぐ捨てちゃうから。そう、メガネの位置とかね厳しいんだよ。壁写はあの髪飾りしてるからダメだと思う。っていうか壁写のデータない。ちょっとじゃあ1000円の証明写真を。なんかちょっと固まる。じゃーん、私です。どうですかこの美白モード。チャーミング、ユナコみたい、ね、ボサボサじゃないこれ。結構かわいい、ありがとう。ありがとうございます。1000円。本当に公演後という感じです。ありがとうみんな。嬉しいよ。いいね。ありがとうみんな。優しいし嬉しい私は。え？結婚して、ありがとうございます。結婚しよう、ラスベガスに着いたらすぐに。ありがとうございます。何も知らない教会で僕たちの愛を。明日多分ショールームできないと思うんですよね。なので、よいしょ、今日長めにしよっかなって思っております。だってそんな驚く。クマの名前なんですか。え、なんだろう、なんだろうね。ベーコ、ベーコちゃん、ベーコ。人生初の自撮りがマイナンバーだ。でもそういう方もいらっしゃるよね。普段自撮りあんましないよね。かえりちゃん普段何分走るの。
敵アンドトウだけど、わかんない、みんなの方が知ってるんじゃない。私はいつも何分配信してるんですか一体全体。私いったら何分配信しているのかしら。お菓子食べよう。やっと仕事終わった。おっつー。なんかバラ、もう3、40分から1時間ぐらいらしい。なんか自覚ないんですよね、何分配信してるとか。いただきます。ヤヒからもらったお菓子、かわいい。いただきます。メンバーと配信は確かに、なんかさおかしいんだよね NGT。 昨日もさ10人で公演して7人残って配信してるの。なんか何してるんだろうね楽しいんですけど。はん、何してるんだろう私何してるんだろうって思うんだよ帰って寝るじゃなくて普通に1時間また騒ぐっていう。まあすごい結構オフなラフな感じですよ。全然引き締まった切羽詰まった配信ではないんですけども、残り配信って義務なの。全然義務化されてない。もうむしろさ、スタッフさんも帰れないじゃないですかスタッフさんも一緒に、ほら、本当にすごいなって思って、改めて仲いいし何してるんだろうって思う何言ってんの、残業でもみんなで言う残業みたいなものじゃないですか。あー、でも業務じゃないけど、本当に。全く義務じゃないですね。確かにスタッフさんが残業になってるかも。そう。レイナさん馴染んでるレイナさん、サービスで、サービス、なんか劇場の居心地が良すぎて、ダフさんありがとう。こんばんは。見ましたかこれ、私の隠し芸。もう一個ある。いただきます。なんかさ、前まで自分がこっち行ったりあっち行ったりしてたんですけれども、あ、なんか私が隠れる必要ないじゃんって思って。やっと気づきました。
手の方がそう簡単イージーだった。ね、ありがとう。なんか晩ご飯食べてたんですけど、ショールームに間に合わないと思って食べやめました。ね、新しい学校のリーダーズ大好き。ふふ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 ふ欲しいんでしょう。今日なんかメイクしてるから気合が入ってて違うんです。みんな TikTok フォローしてね。いいねもよろしく頼みます。めっちゃ可愛いってコメントした。ナイス。進級できそう。社会人。どう見ても。でもさ、あんね。え、消えた。なんか消えちゃう。調子悪いのかな。壊れちゃったかも。あ、できた。あのね、なんかこの前メンバーとカラオケ行こうとしたんですけど、私保険証持ち歩いてなくて、17時ぐらいに入ったんですよ。5時ぐらいに。で、なんか保健所ないと18時か、まあ、以降はダメですみたいな。でも私どう見てもさ、高校生じゃないじゃないですか。あ、高校生以下がダメらしいんですよ。でもどう考えても高校生フェイスじゃないじゃないですか。けどね、ダメだった。カラオケやめた。いや、保険証持ち歩けーっていう感じなんですよ。うん、カラオケは18時以降高校生ダメらしい。うん、そう、身分証明できなかった条例で。でもなんかさ、そう、え、もしさ、私が60歳になって保険証持ってなかったら18時以降どうなるんですかって。どうなるの。運転免許ありません。招き猫は多分大丈夫だ。あ、そうなの。何、招き猫、私の味方。マイナンバーね、まだね、お家に来てない。そのためのマイナンバー。そうなの。ん、何のため。そうなの、私。ごちそうさまでした。あ、原付き1日で取れるって本当に。うん、原証なんかママが持ってたので今日引き渡し会をしようと思います。
もありがとう。手相見えた。花粉大丈夫。リラックもありがとうございます。NGT モバイル、ウィキペディア。そんなことしません。もう。ね、なんか免許取ろうかなって思った時もあったんですけど、なんか今じゃないなと思ってやめました。はい、今なんだろうけど今じゃない。なんかまた回しにしちゃった。コンペとありがとう。もうちょっと追い詰められたら免許取ろうかなと思います。まだ追い詰めが足りない。そう、しかも今混んでるし、私人見知りしちゃうから。リラックマセットありがとう。そう、免許取らなきゃ命が危ない。免許取らなきゃなんか、うん、なんだろうな、そう、免許がもう車がなきゃダメっていう時かな。うん、そうだよね。大体なんかさ、進路決まったらみんな取りに行くイメージだよね。あ、なんかつぐみさんと一緒、なんかつぐみさんに一緒に行こうみたいなことを、ね、言われて行きたいってなったけど、その時はね。でもなんかまだ。クマありがとうございます。白クマありがとうございます。そう、自動車学校が、うん、そうだね。うん、いらないよ、ありがとう、ありがとう。マイナンバー来るしね。でもなんか教習受けるなら、あの免許取るなら、私短時間で短期間でスパッて取りたい派なので、なんか何だろう、合宿、うん、合宿にしよっかな。集中コースでパパパパパ。単車が似合う。何単車って、単車って二輪。そう、合宿、あ、でも2週間も長いの。え、2週間お家に帰れないの？え、ただなんか私ね、修学旅行が2週間だったんですけど、なんかもうすっごい私ホームシックに絶対ならない自信あったんだけど、ホームシックというか、なんだろう、家族シックというか、なんか自分シック。なんだろう、なんかそう、わくわかんないシックになったので、そう、なんかお家にいる時の自分が好きだなって思って、甘えだとは思うんですけど、そういう自分が好きだと思った。甘いって。いいこと、ちょっと甘いよね、甘えだよね、わかる。ね、でもそろそろ家出ないとね。どういうこと、どういうこと。何、私をお家から追い出したいんですか。何、もう何ですって。でもなんか、いや、実家って楽なんですよね、本当に。
だって家に入ったら終わりなんだもんもう家に入ったら、まあ、お風呂は自分で入らないといけないんですけど、なんだろう、やっぱりさ、お父さんとお母さんっていう人生の先輩がね、私のことを見張っててくれるので、うん、それなりに生きていきます。そう、お風呂私2センチしか沸かせなかったし、台所に入り放題、うん、コンペイトありがとうございます。ご飯はそう、お母さんがしてくれます。お母さんいないときはお父さん、お父さんがいないときは妹、妹がいないときが私っていう、もうさ3人3人ね控えてくださってるので。名古屋行きたいだって、行っておいで。あ、お父さんはなんかお料理っていうか芸術あのね、昔その、 あの遠足とかさ、あのなんか学校でお弁当が必要な、あの基本給食だったんですけど、学校でお弁当が必要な時とか、お父さんがねキャラ弁作ってくれてさ、キャラ弁パパだった。びっくりした、パパやるじゃんって見直しました。私のお父さん朝早く起きることに全く抵抗がないらしくて、すぐ寝ちゃうんですけど夜だから、朝早起きして、なんかその時ポニョとか流行ってたから、ポニョ作ってくれた。あと、あのケロロ、私ケロロ好きだったのでケロロとか、ケロロ軍曹作ってくれた。懐かしい。ママが助手だったの。そうだから芸術そう、お父さん器用なんですよね。なんか分かりやすい、多分なんか実力じゃなくて実力もあるのかも、実力もあるかもしれないんですけど、あのなんかなんていうの、想像力と芸術力で生きてるんだなって思います。センスとか、そうなんか、そうガンプラとかね、なんか私子供の時になんかパパに、かいちゃんガンプラ作ってみないって言われて、その時ガンプラの魅力があんまり分からなかったんですけど、お父さんの激推しでガンプラ買ったんですね。買ってもらって、でなんかちょっとあの手伝ったけど、なんか全然できなくて、全部お父さんが作って、なんか自己満足してたあのね、あのピンクのやつ、シャアですね、シャア専用、わかんない、うん、いや難しいよ女の子には。しかも私さ、小学校低学年とかの女の子にだよできん。あ、そう、なんかケロロ軍曹がそのシャア専用とかガンプラ大好きっていうので、あ、ザクか、あ、ズゴック、あ、何すごく分かんない、まあそれあのピンク、赤い方ね、緑じゃなくて、ここになんかボーってやってこうなって、うん、ガンプラ配信、え、やってみたい、ガンプラ配信やってもいいですか、見てくれる。あ、初見ありがとうございます。需要あるんだ、あるんだか、
じゃあ今度劇場でやろっかな。やろう。あっかい。え、わかんないわかんない。同じの買ってくれみんな。あ、ミニでいい。え、わかる。私諦めちゃいそう。諦めてカラオケ配信とかしそうですけど。ケロケロケロいざ進め。わかる。代わりにカラオケ配信しますとか言いそう。あんまりなんか手先が器用じゃないんですよ私。こう見えてどう見えてるかわかんないんですけど、ちょっと今日カラオケ配信できないかも。シャアの許可が必要。あ、そうなの。シャアの許可。ななみ？ななみも？器用そう、初見ありがとう。第一印象器用そうだって。全然ここなんか私ね、あのね、器用じゃないんですけど何回も失敗してなんか磨かれるタイプな気がする。失敗してたどり着くみたいな。そう、根気があるの。意外に根気はある。だから多分失敗して何日かかけて成功みたいな。そうなんです。やってみたい。あ、そうか、ドラさんのグッズ届いた。嬉しいね。ちょっとあれが私たち3人の最後のグッズとなってなってしまったという言い方はあれなんだけど、なったんですけれどもね。皆さん来てね、劇場で遠慮なく。せっかくだし。クッションが届いた。え、クッション、タオル、タオルじゃなくて。あ、ごめんなさい、鏡見てました。2人になったよ。どうする。じゃあどうするか誰か案出してください。ドラさんが2人になってどうするか。久々の帰りっちの配信、こんばんは。あ、わかる。どうしようもないことはみえさんと二人で。あー、でもそうですよね、受け継ぎたいですよね。ここでなくしたくないよね。もうコンビなのよ、ドラコンビ。あのね、昨日あれ見たんですよ、劇場の壁車見たんですけど、もうさ、二人寂しかった。なんかもうスカスカだったの。ドラさんと一期生さんの日向さんの後ろも誰もいないから、もうスカンスカンになってて、ちょっとどうするって。もうどうしようもないんだけど、うん、ね、なんかまあ振り返ったらね、ななみもゆなこも力も本当にいいやつだった。みんないい子だった。ギフトありがとうございます。おつぼねに入るからって、なんか年齢的には私もおつぼねラインなんですよ。確実におつぼねラインなんですけど、なんかでもおつぼねって名乗ったらもうそこでもう
おつぼねを認めるようなものじゃないですか。だからなんかもうちょっと待つ、もうちょっと待って、多分でもそのうちもうおつぼねラインになりますね私。はい、なんか今お母さんが届けてくれた、何これ何これ、缶バッジみたいな、これ開けていいのかな、なんですかこれ、なんか私にそっくり、髪型一緒、え、あなた髪型一緒なんですけど、ほら三つ編みして、ちょっとあなたクッション、これモフモフするの、また膨らむの、そうなの、あ、でこれがクッションカバーか、じゃーん、うん、そっくり、そっくり、開けば膨らむのって、え、開いていいのかな、なんか食べ物みたい、これだけ見ると食べ、開いていいのかな、いいですか、まあ、みんながいいって言ったらいいやいい、みんな、かえりちゃんの顔が引きづらい、うん、そんなことないよ、なんか取っとく、え、でも収納に困るくない、どうするの、ダメダメだよね、だ、ど、ど、ど、ダメ、そう、私のうちクッション置くスペースあるかわかんない、やめとこっか、そうだね、収納大変、よしやめようまあでもね、あ、幼稚にあるということは分かりましたね、みんなもゲットしてくれたかな、私グッズの宣伝本当にしないんですよ、なんか自分で言うのなんなんですけど、だから多分私のグッズを持ってくださってる方は本当に私のことを好きでいてくださる方なんだと思う、ありがとうございます、ママとかねママとかね、ね、よいしょ、いいね、コリラックもありがとうございます、うん、いっぱいあった、あ、それも本当にありがとう、ねえ待って待って、これさ、私？私？しかもまだある。私？私？私三個ある。お母さんはね、多分チカナの卒業知ってたのかな。でも洋服もいっぱいある、これなんだろう服すカイリーいっぱい、まあ私がデザインしたので嬉しいです、これ私が全部デザインしました、
ハートありがとう。はい、とのいうことで、グッズもお見せすることができたので今日の配信終わろうと思います。あさってはよろしくお願いしますあっという間1年経っちゃった。ではランクインお願いお読みします。ちょっとカラオケはまた今度時間がない時にしますね。お疲れ様でやんした。豆の目さん、おお、ありがとうございます。ディアさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ケンジさん、あ、ボンタカさん、ありがとうございます。ケンジさん、ありがとうございます。赤赤のモリモリさん、ありがとうございます。すぐさん、ありがとうございます。エンドクリッシュさん、ありがとうございます。ティダカンカンさん、ありがとうございます。エチゴンさん、ありがとうございます。タケランさん、ありがとうございます。そして、第一位がタカシさん、ありがとうございます。ありがとうございました。あ、明日ひろちゃん頑張れレイナさん頑張れ、リリノちゃん頑張れ。聞こえたかな。頑張ってください。